こんにちは、速稼塾の久保です。吉谷さん、時計もらってよかったですね。私このようにね、こう肌色時計をしてるんで、もう時計には困ってないんですけども、まあ吉谷さんもそうですけども、時計っていらなくなりましたよね。なんかね、時間がね、なんかいつでもいいかなみたいなね、なんだろうな、スケジュールがあんまりないというね、で気がついたら街に出て、街って言ってもその辺ですけどもね、その辺プラーっと行ったら、今日ちょっと混んでるなと思ったら日曜日みたいなね、いや日曜日出るのやめようみたいななっちゃいますよ、なんかね。はい、まあさまざまあるわけですけども、この前もね、公園に行ったらね、混んでるんですよ。で公園混んでるなと思ったら、今日日曜日か、もうやめてくれよみたいなね、妙な感じになりました。で月曜日に行くとスカスカで、いや月曜日いいなみたいな感じですね。まあ企業案件とはちょっと違うんですけど、私のところにも企業案件ね、 YouTube の方には結構来るんですよ。まあ、ほとんどやらないですけどね。何ですかね、あの興味がない商品のレビューをするのってすごく、なんかね、面倒くさいっていうか厄介っていうかね、なんか乗らないんですよね。まさに気が向かないってやつですか。で私が気が向くのは最近、その一風堂のラーメンを食べてるんですよ。あのセブンイレブンで買ってきてね、10個ぐらいで毎日1個ずつ食べてるんですけども、今日4日目ですよ。これからあと食べます。あれね、ちょっとぐらいくれないかな。私のラーメン食べてるとこね、見てるとなんか食べたくなるみたいなんですよ。しかも3日間連続とかね、3日間で4つ食べてるんですよね。食べるごとにレビューしてるっていうか、食べながらこうズズズってやってるという。あの一風堂のラーメンって本当に店舗で食べてるのと同じような味がするんですよ。まあ、替え玉ができないのがちょっと残念なんですけども、いいよね。で一蘭のラーメンは今売り切れ続出で手に入んないんで、通販で買おうとしたらなんか1個1000円ぐらいするんですよね。1個1000円か、店に行った方が安いじゃんみたいなね。で私の町にはね、一風堂も一蘭もないんですよ。だからもしかしたら、あの幻の一蘭食べたいなみたいになる地方の方もいらっしゃるのかなと思いますし、私みたいにね、以前は一蘭なんていつでもあるところに住んでいたけども、今は全然ないんで懐かしいなと思って食べるかもしれないですね。なんか軽い復刻版みたいな感じで、スペースアポロっていうパンがあるんですけども、あれも復刻版をね、最近出てきてね、私食べてるんですよ。30年ぶりくらいの復刻版で、やっぱ懐かしい味がするなーと。結構ね、パンとしては割高なんですけども、でもやっぱ懐かしさってすごくいいお金になりますよね。というところで、昭和40年男、懐かしさ満載のこの本です。私の過ごしてきた10代の頃の思い出がいっぱい書籍になってますね。なんだこの岩井島子ってのは誰だ、なんかわかんないな。なんかね、そのキーワードとしては懐かしさなんでしょうね。そのステンドバイミーとか今ちらっと見えましたね。あったよな、そういう映画。なんか今はね、その幼い頃手に入らなかった今でいう懐かしさってものにお金を払ってるのかもしれません。だから過去に消費されてるというね。まあナイト2000もそうなのかなと思います。いやー、いいっすね。グッドモーニング、グッドラック。あ、そういえばあのスープラってあるじゃないですか。今高いんですね。昔から高かったんですけど、シーマとかね。なんかそのレクサスとかセルシオが値段ガタ落ちしていて、あとシーマとかね、なんかグロリアとか高いっすよ。だからね、1980年代90年代の車ってもう旧車になるんですかね。なんかベラボー高いんですよ。あの私が20代の頃20万30万で捨て値であったような車が今ね、希少車になってるんですよね。でも私もそうですけども、10代の頃に憧れた車ってのが今だったら乗れるぞと思って探すじゃないですか。高いんですよね。あの頃買っておけばよかったっつっても、あの頃のやっぱ50万100万の感覚と今の50万の100万の感覚全然違って、今はね、なんか情報商材にね、50万100万払う気持ち満々ですけども、いやーすごいな。スープラとかね、800万するんですよ。 R34 みたいにスープラももしかしたら価格が急騰するのかもしれないですね。あのなんですか、スープラも91年型っていうね、あれに限ってですよ。あのトランザムに似たようなやつ、こうヘッドランプがこういくやつね、
で見れば見るほどあのトランザムそっくりですね、あれスープラって完全にコピーしてますね、あれね。トヨタ復刻版スープラやってもいいんじゃないですか。車の復刻版もいいよね。うん、あのフェアレディ Z の復刻版とか出してくんないかな。あれもね89年とかのやつがいいんですよね。 Z32 ってやつかな、なんか型式よく覚えてないんですけども、うん、フェアレディ Z、 まさにフェアレディ Z みたいな形があるじゃないですか、赤いやつが似合う。まあなんかね、そんな感じで今目が覚めました。深夜2時でございます。じゃあラーメン食べてきます。